じゃあそんな、心の迷路に迷ったらって誰もが一人じゃないんだよっていうのを、子供たちに伝えて、まあ大人たちにも伝えたいなと思います。決して君は一人じゃないっていうこと。じゃあそんな曲をですか。はい、3,4。生まれてきたことにはきっと意味があるから、悲しくても苦しくても生きていくんだよ。誰もが戦い心で痛いから、人を好きになったりするんだよ。教えられたわけじゃないけど、涙を流したり笑ったりできるんだよ。心の迷路に迷ったら、友達がいること忘れないで、家族がいること忘れないで、彼氏がいること忘れないで、墓地がいること忘れないで、彼女がいること忘れないで、玉がいること忘れないで、仲間がいること忘れないで、勇気を出せって言いたくて俺は歌ってるんだよ。どんなことにだってきっと意味があるから、寂しくても辛くても生きていくんだよ。誰もが戦い心を持っているから、人の痛み分かったりするんだよ。与えられたわけがあるから、辛くてもそれを乗り越えたり笑ったりできるんだよ。心の迷路に迷ったら、友達がいること忘れないで、家族がいること忘れないで、彼氏がいること忘れないで、墓地がいること忘れないで、彼女がいること忘れないで、玉がいること忘れないで、仲間がいること忘れないで、元気を出せって言いたくて俺は歌ってるんだよ。誰だって迷ってる、君と同じように上を見てもキリがない、下を見てもしょうがない、まっすぐ進んでいけばいい。希望があること忘れないで、未来があること忘れないで、愛があること忘れないで、信じること忘れないで、同じ気持ちを忘れないで、命があること忘れないで、生きてくこと忘れないで、君は一人じゃないって言いたくて俺は歌ってるんだよ。友達がいること忘れないで、家族がいること忘れないで、彼氏がいること忘れないで、墓地がいること忘れないで、彼女がいること忘れないで、玉がいること忘れないで、仲間がいること忘れないで、元気を出せって言いたくて俺たちは歌ってるんだよ。歌ってるんだよ。歌ってるんだよ。まあいろいろいろんなことが今日。